った、レフト。いやどうだ、打った、おー、入った、来た、立川が1点取り返しました。金沢空です。いや早いな、うまい、ここは先制点が決まった。思わず横江さんがうまいと一言。立川アスレティック FC がアウェーの地で先制点です。まずこのドリブル突破早かったですし、シュートうまかったな。これ一方の立川アスレティック FC、 このパワープレーの狙い、どういったところが狙っていきたいでしょうか。まあ、どこでこう、あ、間、間、これ決まりました、ゴール。金沢空押し込んで1点差、まだあります。まあ、まさに今のような形ですよね。なるほど。どこかの狭いゾーンで数的優位を作って、ここで 2-1 作れましたからね。はいはいはい、ここで間を受けて最後ファーで詰める。はい、これね、上村もいいタイミングでここにスッとポジション変えて、この間が、はい、重要でしたね。これよく見てましたね、上村。ずっとやってきてる選手ですので、うん、さあその先制点です。はい、早速出ました、その金沢の名前が出て、いや稲葉さん、早速来ましたね。今のプレーいかがでした。素晴らしかったです。はいはい、この2人の活躍期待したいなと思ってたんで、はい、いきなり見れてよかったですね。はい、さあ改めて見てみましょう。このパスからです。いや個人技で一つこの戸田の位置をこう抜かしましたね。そうですね、はい、アウトサイドでゴールキーパーかわして、はいはい、しっかり決め切りましたね。自信のところもそうですし、うどうでしょうか、決まったか。入りましたね。決まりました、ゴール。金沢空、左隅ポスト叩いて、右も叩いて、決まりました、2対1。立川再びリードです。いや際どいところに決めましたね。そうですね、こちらもセットプレーでしたね。はい、ただあそこ通されたくなかったですよね。この間ですね、はい、ポストポストと当たってギリギリゴールラインもありました。ご覧ください、この時点でまだ入ってない、ここで入りました。入ってますね、魅力の一つもあるかなと思いますが、はい、その酒井亮太郎ヘディングで跳ね返して、おーストイコビッチかというようなリフティングでの、そしてゴールライン、うまい、惜しいシーン、金沢空見せてくれましたね。そうですね、この第2ピリオドの立ち上がりだと思いますけれども、はい、狙いどんなところに持つべきなんでしょう。まずこのシュート、いきなり決まった、はい、まあ、このセットプレーっていうところの話をしようとしてたんですけど、はい、金沢さん、最後金沢です。はい、金沢さん、うわぁ、金沢さん、はい、僕のやつですね。僕のやつっていうか、マギーカさんがやってくれてるんですけど、はい、今、敬礼したんでしょ。はい、敬礼しましたね。いや、いや嬉しいですね。これよく合わせましたね、はい、すごいですね。酒井のシュートのところ最後もちょっと強引に合わせに行ったというような形の金沢です。逆に綺麗にクリーンヒットしたら、はい、篠田選手に当たってた可能性ありますよね。